皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の野々目です。今日は、HMB についてのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。まず HMB なんですけれども、HMB というのは少し前に、流行って、かなり多くのアスリートの方が、今でしたらもう聞いたことがある、そういうサプリメントではないのかなというふうに思います。では今日は、HMB というのはそもそもどういうものなのかということと、摂取のポイントなどをお話ししたいと思います。まず、HMB なんですけれども、これ何の略なのかなというところからお話ししたいと思います。HMB というのは、このベータヒドロキシ、ベータメチルブチレートというのが、この HMB の、正式な名称になります。このそれぞれの頭文字を取って、HMB というふうに言われています。で、この HMB というのは、何なのかと言いますと、アミノ酸の中のロイシンという、アミノ酸の、体内においての、代謝産物になります。ですのでロイシンを摂取すると、私たちの体の中で、HMB ができるんですけれども、1日の、ロイシンの摂取量の中の約 5% が、HMB になるというふうに言われています。で、このロイシンというのは、特に先週、BCAA についてもお話ししたんですけれども、BCAA というのは、バリン、ロイシン、イソロイシンというアミノ酸の、総称なんですけれども、その中でもこのロイシンというのは、特にこの筋肉を合成するのに、有用であると言われているアミノ酸なんですが、その中のこの代謝産物のこの HMB というのが、その筋肉に特化しているというふうに言われ、注目されている、ものになっています。そのため、この HMB を摂取してから、トレーニングを行うと、筋肥大ですとか、増強というのが期待できます。ですのでこの HMB を摂取してから、トレーニングをするというのも、同じトレーニングをする、しても、この HMB を取るのと取らないとでは、また結果が変わってくる可能性がありますので、トレーニング効果を高めたいという方には、ぜひ、取っていただきたい成分だなというふうに思います。で、摂取の、ポイントなんですけれども、HMB は、ローディング、1週間から3週間ぐらいの、間で1日 1.5g から 3g1週間から3週間にかけて、1.5g から 3g を、1日のうちに摂る、という、飲み方ですとか、1日に考えますと、1日のうちに、1g を3回、または 1.5g を、1回から2回、取っていただくと、取っていただいて、トレーニングと合わせていただくと、この、筋タンパク質の合成とか増強というのが、成果があるという、報告があります。ですので、こういった、飲み方を、気をつけていただいて、トレーニングと一緒に、HMB を摂取していただくと、普段のトレーニング効果が、より、良いものとなると思いますので、ぜひ、お試しいただければと思います。また、高齢者の方においては、フレイルティという、虚弱、だんだん弱ってきてしまう、体が弱ってきてしまうということや、サルコペニアのような、筋肉が衰えてきてしまう、そういった、症状が起こりやすいんですけれども、そういったものにもこの HMB を摂取することで、それが予防できるという成果というのも、数多く報告されているそうです。ですので、HMB という
のは、まあ、それだけ、トレーニングする人にとってもそうですが、まあ、高齢者にとっても、筋肉というものに、ついおいてやはり、効果が期待できるということで、まあ、大変注目されている、成分となっております。ですので、まあ、トレーニングされる方はぜひこの HMB を取っていただきながら、していただくとよりトレーニングの効果というのが、期待できるかと思いますので、ぜひ、HMB を取りながらトレーニングを頑張っていただければと思います。それでは本日は、第4回 HMB についてのお話でした。どうもありがとうございました。